東州は中国の歴史上の王朝。洛遊への戦闘後の州長の便宜的な故障で後継に首都を置いていた時代の州を西州と呼ぶ。東州の時代の始まりは春秋時代の開始でもある。州は紀元前770年に後継から洛遊に戦都した。これが東州の始まりで25人の王が即位し515年間続いた。の乱により、 青州十二大王の竜王が亡くなると、諸公らは、元々の大使であった、ヨロシースを王とした。即位して二年、後継は戦火により破壊され、拳銃が侵攻し略奪されていた。そのため落友に戦とした。これ以後の州を、東州と呼び、以前を青州と呼んだ。東州の前半期、二百数十年ほど、諸公が派を争った。この時代は、歴史書春秋にちなみ、 春秋時代と呼ばれる。当州の後半期、二百数十年は、州の天守の権威が進むしされた。この時代を戦国作にちなみ、戦国時代と呼ぶ。平王の当選の以後は、管轄する領域は大幅に減少し、一つの小国へと成り下がった。戦国時代には、徐州小王で、義の慶王と蔡の伊王が王号を自称した。続けて、 大規模な諸公が王号を唱えた。真の慶文王や、漢の先慶王が、その後も、縁の益王、宋の皇王、中山の王作が自称した。王号自称は、周王の権威低下を表した。また、短期間ではあるが、正の王と旗の小女王は共に帝王を名乗っている。女王十七年には、王自体による反乱が発生したが、 女王は鎮圧することができず、春秋五波の進むの文行に救いを求め、鎮圧した。女王二十年、女王は進むの文行によって、海洋で鮮度の解明を行った。帝王元年には、春秋五波のスワイの総王が、陸魂のエビスを討伐した。そして、州の旧家内の慶樹を通った。赤王の時代には、当州の国政はますます衰え、同時に、 内部での争いが絶えなかった。州は、東州国と西州国に分かれていて、赤尾は西州にせとした。赤尾八年、旗が領州の道を借りて、官を攻めようとしたが、州人は道を貸さなかった。赤尾六十年には、西州国が真によって滅亡し、赤尾を模した。これにより、中国の王朝で最も長い七百九十年、続いた州王朝は滅亡した。 7年後には、東州国も真によって滅亡し、周王室の祭祀は完全に途絶えた。雄王3年、美女の宝珠が入りぐるし、雄王の寵愛を得て、この白服を生んだ。雄王は、正室のサルコーとこの大使様子を廃し、宝珠を正室としその子の白服を大使とした。宝珠は笑わなかったために、雄王は笑わせる方法を考えた。多数の方法を考えたが、 成功しなかった。最終的に、放火下書行という方法を考えた。ある日、竜王は緊急事態の知らせの放火を上げさせ、太鼓を打ち鳴らした。諸将は、早速駆けつけたが、来てみると何事もない。右往左往する諸将を見た法事は、その時初めて晴れやかに笑った。竜王は法事を笑わせるために、次々に放火を上げために、諸将は呪しを信用しなくなった。 祐王は、猿神の、石父を任用したため、国人の恨みを買った。石父は、よくへつらって、利を好んだ。猿皇の父で大使の祖父にあたる、猿皇はこのことに奮怒した。紀元前771年、猿皇は、や拳銃と共に、州へ侵攻した。祐王は放火を挙げ救援を求めたが、諸侯は援軍を出さなかった。や白服のらは、 理山で殺された、法事は拳銃に連れ去られ、都の後継は荒らされた。猿港や露港、元の文皇は平王を擁立し、天皇と称した。後継から楽遊に当選した。当州は王子と比するべくもないほどまで没落した。平王の孫である、関王は王権の最強化を図ったが、十勝の戦いで一諸行に過ぎない定義破れたことで、諸行に対する、 統制力を喪失した。さらに、王室内で幾度も多い継承争いが発生したために、周王室の力は弱体化し、落友周辺のみを支配する小国となっていった。現代の古北省随州市付近にあった、その春秋時代の孔の墓に収められていた、青銅器の名文には、修筆機器と書かれている。それでも、権威だけは保持しており、 諸侯たちはその権威を利用して諸侯の間の主導権を握ろうとした。修王室側も覇者をはじめとする諸侯に対して青州以来の伝統と権威を強調することで祭祀を主催する立場の維持を図った。しかし、その権威も春秋時代後半からは低下していった。例えば春秋時代の旗の傾向の墓の出土品の名文では旗の君主を本来 修王の称号であったはずの天使と称している。また、孔子の登場以降、青春の時代を理想化した冷静の整備が、儒家や諸侯によって行われていくが、それらに対して、修王室は全く主導権を発揮しておらず、祭祀を主催する立場すら失っていた。戦国時代に入ると、かつての覇者、進むや太公望の子孫である姓に限定されていた。 ただでさえ衰えていた周王室であるが、末期には、帝帝王の抜死刑を思想とする、聖宗皇とそこから分裂した、東州君の勢力によって分裂していた。周王朝最後の王である赤王は、聖宗の武功を頼って、聖宗に戦都し、元の聖宗は、東州君が支配した。周王室の領土は東西に分裂し、狭い範囲で互いに争い合う割様であった。 赤王の在位は59年に及んだが、紀元前256年、青州は諸侯と通じて、関東交戦中の新軍を妨害したため新の将軍、よーの攻撃を受けた。青州の文孔は旗へおもむき謝罪しその領土を旗に、献上した。このため赤王は旗の保護下に入ったが間もなく放御し、ほどなくして、青州の文孔も死去した。青州の文孔が死去すると、 その民は席を切ったように東州へ逃亡し、旗は旧家内と修王室の宝物を摂取し、文庫の功を移した。こうして旗が王旗を占拠したことで、青州と修王室本家は滅亡することとなった。その後も秋文君の東州は7年間存続したが、紀元前249年、旗の旅不意によって攻め滅ぼされた。 四季の旗本義では、秋文君は暴殺されたと伝えられているが、当州君に土地を与えて、州の祭祀を続けさせたとも書かれており、この場合秋文君の子が封じられたと考えられる。この時点で、州長の諸公国は、旗、祖、聖、縁、長、藩、義、古氏、守る、炉のみが生き残っていた。紀元前236年の行の戦いを皮切りに、旗は、 本格的に統一戦争を開始した。紀元前230年にはかの滅ぼした。紀元前228年に、蝶、紀元前225年に、魏、紀元前223年に、諏訪江、紀元前222年に、つばめと、腰、紀元前221年に、生を滅ぼし、中華統一を成し遂げた。真の始皇帝の死後、すなわち、疎官戦争期には、 各地で戦国諸侯の王族が再び擁立されたが、衆の末裔を擁立して、衆王室を復興しようという動きはなかった。前漢の武帝以降、儒学が尊重されるようになると、衆王室の子孫も尊重されるようになり、清美という人物が近ナン君に封じられた。清美の子孫は、元御の時代には、周小休校へ昇格され、平御の時には、 栄光に、五冠の光、武帝の時代には、栄光に封じられている。春秋時代の名の由来は、孔子が編纂した歴史書、春秋にちなむ。春秋の記述の始まりは、周平を50年である。周高史を43年あるいは44年に、記述は終わる。しかし、歴史学者らは、春秋時代の終わりは、進むの里氏氏の長子、義氏、藩氏による滅亡や、 三夜、分身としている。原因是速使い、至る三夜、分進む、女神、祖、聖東国外、勧誘その他大小王国。春秋時代には周王は、政治の実権は握っていなかったが、依然として精神面の中心であり、諸侯は王に次ぐ二番目の地位タル覇者となろうとしていた。春秋戦国時代の古典三夜、分身によって、春秋時代は結束した。 生を旗が滅ぼし、中華統一する、紀元前221年までの時代を、一般的に、戦国時代と呼ばれる。戦国時代の名の由来は、歴史書、戦国作である。春秋時代に対して、戦国時代は、諸侯自らがそれぞれ、王を称して、争うようになり、残っていた、周王の権威はほとんどなくなった。東周王朝は、戦国時代後期に、 旗によって滅亡した。その後も45年間、戦国時代が続いているため、必ずしも戦国時代と当州の代が同じというわけではない。春秋時代の終わり、戦国時代の始まりについては諸説ある。進むの家臣であった、藩、魏、蝶の三国が正式に諸侯として認められた、紀元前403年とする説、紀元前453年に、 藩、義、長が、里都氏を滅ぼして、独立諸行としての実質を得た辞典を取る、史実岩説の二つが主流である。この他に、春秋は、露愛公十四年に、確認の記述で終了するので、これをもって、春秋時代の終わりとする説、式の、六国年表が始まる、紀元前四百七十六年とする説などがある。主要な七説を列挙すると、 紀元前481年紀元前476年紀元前475年紀元前468年紀元前453年紀元前441年紀元前403年、40平王艦王僧、王治む王、帝王女王頃、王王帝王艦王霊王家王伊み王隆史王、元王帝帝王、愛王王王公。 大竹し烈王やす王、烈王、剣王、誠連王赤、王州王室のケ図春秋時代の諸行の勢力図。ありがとうございます。